です。皆さんこんにちは、野球 YouTuber のむこです。昨日配信しましたむこーず2020年の最終戦の前半戦、先発石丸の行動で守備から流れを作り、向こうのヒット、そして石丸の長打で1点を奪い、さらに向こうの幼馴染藤井のタイムリーで2対0と2点リード。4回無失点の石丸から萌えちゃんに継投。草野球界の新庄剛志がスライディングキャッチ。さらにさらに この回センターの向こうが3つのアウト全てを取るという向こう図2020にふさわしいプレーで前半戦が終了。そして後半戦は6回表、植木が放った大飛球は上がりすぎたか、レフトフライとなりワンアウト。その後岩島でも倒れ、ツーアウトから10番の向こう、変わったサウスポー投手からダメ押しを奪いたい。次のストレートを狙っておりました。しかしここは力みすぎたか、ファールでツーストライクと追い込まれ、外のスライダーを引っ掛けて全力疾走するも、相手ファーストがショートバウンドをナイスキャッチでスリーアウトチェンジ。回は6回の裏、萌えちゃんの2イニング目を迎えます。そしてこの試合珍しく守備に乱れが、サードの悪送球をファーストの亀井君が懸命のカバーをするも、ここは出塁を許してしまいます。ノーアウトランナー一塁、牽制がうまい萌えちゃん、ランナーを警戒しながらストライクを投げ込んでいくも、変化球がホームベースでバウンドし二塁へ進塁。ノーアウトランナー二塁、それでもマウンド上で笑顔の萌えちゃん、守備に不安のある岩島のもとへ打球が、ライトの岩島がおどおどしながらもライトフライをなんとかキャッチし、ワンアウトランナー二塁。続くバッターの初球、さらに進塁を許しワンアウトランナー三塁。しかし得点圏に行くとギアを入れ替える萌えちゃん、抑えることができるか。ここでキャッチャーミットから通常のグラブに切り替えた明春、そしてここで明春が神セーブを連発します。やはり使い古したグローブの方が操作性がいいのか、インコースギリギリに構える明春、そこにきっちりと投げ込む萌えちゃん、カウントフルカウントとなり、粘られること9球目。ここは惜しくも変化球が外れ、ワンアウトランナー一三塁のピンチを広げます。2対0、じわじわ追い詰めてくる国学院カイザース打線。紙一重の攻防が続いていきます。そして2球目、ここで変化球に命中の状態が浮いてしまったか、ついに1点を返され2対1、向こう図1点リードに、なおも2アウトランナー2塁。ここでナイスプレーが生まれます。軟式特有の難しい打球をサードの日澤さんが必死のプレー、そしてショートバウンドをファーストの亀井君がナイスキャッチで2アウト。その後フォアボールと盗塁を許し2アウトランナー1、3塁。踏ん張ることができるか。もう1点もやれない、そんな思いが明春からひしひしと伝わってきた4球目。マルチアングルでどうぞ、クロスファイヤーで空振り三振を奪い、最大のピンチをなんとか最少失点で切り抜けました。
そして回は最終回、7回表2対1、向こうず1点リードで先頭バッター石丸がフォアボールで出塁。続く向こうず GM 平山さんが逆方向へ鮮やかなヒットでフォアアウトランナー1塁、チャンスを拡大。さらに向こうず事務局長日澤さんが センター前にヒットを放ち、ノーアウトランナー満塁。裏方で向こうずを支える運営陣メンバーが大活躍。そして先ほどセンター前タイムリーヒットを放っている向こうの幼馴染藤井が打席へ。ワンボールツーストライクから、ここは外角のチェンジアップでしょうか、空振り三振に倒れワンアウト。ここで迎えるは向こうの弟純一の友達である達也が打席へ。その2球目でした。福岡の古豪、少年軟式野球チーム有田ジュニア出身で赤ゴジラと呼ばれた達也が嬉しい嬉しい値千金のタイムリーヒットを放ちました。達也、いや素晴らしい。向こうずを陰から支える男たちの躍動に感極まる向こう。しかしまだ気は緩めません。ツーアウトランナーに三塁、打席には萌ちゃん。最終回裏の守りをもっと楽にすべく萌ちゃんが一本打つことができるか。変化球に食らいつく萌ちゃん。そしてワンボールツーストライクからの5球目。ここはインコースの厳しいストレートに空振り三振に倒れ3アウトチェンジ。しかし向こうずこの回2点を追加。そして7回裏最終回の守りへ。明春は腹痛により急いでトイレに行っておりますので藤井がキャッチャーに入ります。ストレートストレートで2球で追い込むもやつがやらかします。ライト前の打球を岩島がスライディングキャッチするもこいつ、しかしセカンドの植木がカバーに行き、なんと三塁を狙おうとしたバッターがオーバーランで、植木のナイス送球、そして石丸のナイスタッチによりここで奇跡のプレーが生まれました。このプレーによりさらにギアを上げる萌ちゃん。サードの日澤さんがこの日6個目のゴロをさばき2アウト。そしてあと1人コール、あと1人、あと1人。打球がショートの石丸へ、しかし中途半端な送球になるもまたしてもファーストの亀井君がナイスキャッチでここでゲームセット。向こうず2020最終戦はなんとか国学院海山さんに4対1で勝利することができました。向こうず、ありがとうございました。結果は4対1、向こうず最終戦はちょっとで、ね、勝利で、いやーちょっとね、締めれたね、本当あの無安のピッチング、無四球無安打です。それぞれあの継投した萌ちゃんもね、素晴らしいピッチングよかった。で、打線の方も結構みんな打ったんじゃない、もしかして運営陣、運営陣やばい、マジでお疲れ様です。爆発力がすごい。いやでもね、なんかね、試合の入り方がね、大丈夫かなと思ったけど、いざね、初回守ってみるとめちゃめちゃ締まってたんで、いや本当なんかね、あの最終戦を、勝利で勝ててよかったと思います。で、もしかしたらあの26の女子野球、今ちょっと対戦相手探してるんですけど、女子野球2連勝してるから。あー、そうか、ダメんな。あとね、達也、あの俺の弟のね、友達の達也もナイスマンで、ナイスマンで、すげえタイムマジでデカい、マジででかい、決まった感じですよ、ね、これ本当にあの最後ね、勝利で勝てたんで、ちょっと終わりたんでね、最後一本攻めで、何くん、亀井くん、亀井くん、行きましょう。俺の趣味めっちゃ良かったよ。いや、マジでナイス、全然痛い、ナイスファースト。いや大丈夫だよ、趣味での貢献度がもうめちゃくちゃ高いから、確かに、ファースト、全都会流の趣味で行きましょうか。よーっ、ありがとうございました。ありがとうございました。俺今日一番やらかした感最後最後まあ結果笑いだったんでよかったです。ありがとうございました。感想完全試合。
イエーイ完全試合ではないか。よっしゃ楽しかったです。寒かったです確かに確かにでもこの間の女子野球の方が寒かったでしょ。あれはもう過去一過去一野球人生一寒かったありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。やったみたいで足またやりました。最後の最後でありがとうございました。また来年。ありがとうございました。ライバッチでした。気持ちよく福岡帰りますめいちょっとお疲れ様。マジで本当に今日キャッチャーはゴミだったからマジで本当に任せとけ俺にキャッチャー。いやよかった、いいキャッチャーだった今日マジで。声だけでかいから。ナイスバッティー。いや本物だったわやっぱ。ヤーマンプープー。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。プレイヤーまた上に戻りますありがとうございました。ありがとうございました。亀井さん、お疲れ様でした。マスクマジないっすよ。いや、良かったですよ。僕、特訓してほしいっす。したい。しっかり。ああ、バッティング。はい、悔しいっすね。ファースト、ファースト絶対に後ろ反らさないんで。素晴らしい、素晴らしい。ミットじゃなかったのにね。はい、ミット変えます。もう、僕、正ファーストとして。今後、向こうの。9番ファーストでいいっす。セルさん VS。ありがとうございました。ありがとうございました。俺も、なんかちょっと具合悪かったんだけど、実は。なんか逆にリラックスいい力が抜けて、なんかね、いいプレー。ちょ、見た？すごかった。見ました、みんな。あれキャッチングも良かったし、キャッチングとセンターからのバックホーム、あれもフォロワーみんな増える人だもんね。これもスライディングキャッチ、スライディングキャッチね。あと結構ヒットと点に絡むプレー結構してます。いや植木のグローブが良かった、マジで。グローブ入るんだよな俺のグローブ。萌ちゃんセンター助かったっしょ、あれあれやばかったっしょ。あれガチでギリギリのプレーだから、あれ絶対。でも向こうさんはいけるかなと思うんだけど、イワシマルはもう100ブレイク。イワシマル、無理。フライグ当たったの。一歩目から間違えてる。いや、一歩目から間違えた。全部一歩目間違えるもんだ。特訓やな、特訓。特訓ですね、イワシマルくんは。お疲れ様でした。お疲れ様でした。2年連続ね、ハイダスさんとやらせていただいて、見事ちょっと2連勝してしまったんですけども、やりました。いやいやいや、あれですかね、来年の年末ですよ。再現状毎年の交流戦みたいな感じで、締めは向こうずと書いてます。また一緒にやれたらと思いますんで、ツイッターとかされてますもんね。ツイッターとかインスタも。インスタはやってない。フェイスブックは、あ、フェイスブックやってます。やりましょう。またね、2021年もよろしくお願いします。ありがとうございました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 。というわけで、向こうず2020年のシーズンが終了しました。いつも見てくださる皆さんのおかげで、僕たちも頑張れております。来年はもっと飛躍できるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします。